魔法少女、二人はミスティ&キューリー。今日は誘ってくれてありがとう、しおりさん。とても有意義な時間を過ごすことができたよ。それは良かったです。前にかすみさんもこの推理小説好きだって言ってたから。作家のサイン会に参加するのは初めてだったが、なかなか気さくな雰囲気で興味深い体験をすることができたよ。私も体調がいい時にしか行けないんですけど、今日はかすみさんが付き合ってくれて助かりました。なーに、それくらいお安いご用さ。そうだ、しおりさんさえよければこの後どこかでじっくりと作品について語り合わないかね。わあ、ぜひ。この推理小説、トリックが面白くて誰かとお話ししたかったんです。確かに突飛かつ奇抜だったね。流星群を使った時間差トリックなど前代未聞。ん？しおりさん、見えたかい？空に今光が。この辺りに落ちたと思ったんだけどね。気のせいだったのでしょうか。おー、痛いかー。ん？何か聞こえなかったかい？誰か助けて。はい、誰かに呼ばれたような。あ、あ、この黄色い動物は何だい？ウサギでしょうか。は？お？お？お？は？お？お？やあ、僕はモーラ。魔法の国からやってきた魔法生物なんだ。魔法の国？聞いたことないが。魔法生物、魔物でしょうか。怪しい。待って待って、僕は怪しいものじゃないよ。実は君たちにお願いがあるんだ。お願い？魔法少女になってこのランドソルを救ってほしいんだ。魔法少女？そうさ、純粋な心と可憐な容姿、そして溢れ出る無限の愛、平和のために戦う魔法少女だよ。しおりさん、この魔法生物くんが何を言っているのかわかるかい？私はその論理的に理解できない話は苦手でね。モーラさん、どうして私とかすみさんなんですか？魔法の国の女王が言っていたのさ。世界には必ず僕らを助けてくれる人がいるって。かすみちゃんにしおりちゃん、君たちは困ってる僕を助けてくれたでしょ。きっとこれは運命だと思うんだ。直感したのさ。君たちこそが僕の探してる魔法少女に間違いないってね。いや、どう考えてもただの偶然だと思うのだけど。いいえ、かすみさん、魔法少女のお話はいつもこういう偶然から始まるものなんです。可愛らしいマスコットとの出会いをきっかけに平凡な毎日が一変して。おっと、しおりさん、思いのほか語るね。あ、いえ、すみません。その
魔法少女ベルルちゃんとか読んでいたもので、つい…熱弁を震えるのはいいことじゃないか。それで、魔法少女の物語だと次はどうなるんだい？マスコットと出会った後は、大体…この邪悪な気配…二人とも気をつけて！あれが近くにいるよ！敵が現れますね。うん、よくわかったよ。というか、こんな町の往来に魔物だって？警備はどうなっているんだい？しかもあんな魔物、本の中でも見たことがありません。やっぱり現れたか。あれはアンチビースト。この世界に災いをもたらす存在さ。魔法生物だのアンチビーストだの、世話しないことだね。あ、見てください、かすみさん。ん？あ、誰かアンチビーストと戦っている。あれは、ジョシ君じゃないか。こんなタイミングで居合わせるとは、不運なことだね。いけない、押されてます。今助けますから。全然聞いてない。うん、何か障壁のようなもので阻まれたように見えたね。ふむ、結果は予想できるけど、魔法も念のため試しておくとしよう。やはり通じないか。あの障壁、何か特殊な力を秘めているようだけど。普通の攻撃じゃダメだよ。アンチビーストの体にはバリアが張られてて、愛が込められた魔法少女の力でしか破れないんだ。理屈がわからない。アンチビーストが、ジョシ君！かすみさん、アンチビーストを倒してあの人を助けるには魔法少女になるしかないみたいです。分かったよ、しおりさん。なんだか強引に押し切られている気がしないでもないが、彼を救うにはモーラ君の願いを聞き入れるほかないようだね。よし、二人とも覚悟は決まったかい？はい。うむ。それじゃあ僕の力を受け取って魔法少女に変身するんだ。変身って言われてもどうしたらいいんですか？あれ、変身の鍵になる言葉が頭に浮かんでくるはずなんだけど。ああ、もしかしたら二人同時に力を渡しちゃったから魔法の力が足りないのかも。そんな。アンチビーストがこっちに来ます。これはまずい展開だね。ジョシ君？なんだい、これは。体の中が温かい。ジョシ君の力だけじゃない。私の中から何かが溢れてくる。あの人の力と、もう一つ不思議な力が。
二人の魔力が高まっていく。すごいすごい、これであの貴様の力、二人ともそれこそが愛の光だよ。今こそ契約の誓いを叫び、魔法少女に変身だ。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカル。魔法探偵、ミスティー・カズミ、魔法の力で操作開始。魔法カリウド、ピュアリー・シオリ、あなたの心に愛の矢を。やったー魔法少女の誕生だ。これが魔法少女、力が溢れてきます。なんだか自分じゃないみたいですね、かすみさん。かすみさん、どうしたの？なんじゃこりゃー。ランドソルに突如として現れた敵、アンチビースト。しかし今ここに新たな希望である二人の魔法少女が誕生した。頑張れ魔法探偵ミスティカスミ、魔法カリウドピュアリーシオリ。魔法少女、二人はミスティー&ピュアリー。変身おめでとう、二人とも。魔法探偵ミスティカズミ、魔法カリウドピュアリーシオリ、新たな魔法少女の誕生だ。変身おめでとうじゃないよ、なんだいこの格好は。変な呪文を唱えさせられるし、変な名前を名乗らされるし、変な衣装を着せられるし。これが魔法少女の衣装、ひらひらでふわふわです。恥ずかしいけど可愛いかも。しおりさん、え、あ、その、なんでもないです。えぇ、見ないで女子くん、恥ずかしいから。はい、いくらあなたとはいえあまり見つめられると、その、しおりさん。大丈夫です、変身してからすごく調子が良くて、今ならフラーっとして倒れてもすぐ起き上がれそうです。うん、倒れないようにした方がいいのでは。いいかい、しおりちゃん、かすみちゃん、魔法少女の力の源は愛と希望、愛と希望を込めて戦うんだ。理屈も何もないね。やってみます。しおりさんがいつになくノリノリだ。この一射に愛を込めて、ピュアリーアロー。ピュアリーアロー、よーし、次は君の番だ、かすみちゃん。そう言われても。
つもの格好じゃないから調子が狂う。私は探偵だから私なのであって、魔法少女の私って名探偵に憧れてそうありたいと装ってきたのに、魔法少女だなんて、どうしたらいいの。ああ、ジョシ君、こっち見ないでったら。恥ずかしい。まずい、女子館が、私が守らなきゃ。ミスティーバレット、やった。見てごらん、アンチビーストが消えていくよ。なんとかなったのかな。よかった、思ったよりも早く終わって。もう魔法少女なんてゴリゴリだよ。あ、かすみさん、そのセリフは流れ的に。何言ってるのさ、かすみちゃん、戦いはまだ始まったばかりじゃないか。え、こうなっちゃいますよね。今のアンチビーストは見たところ大した力を持ってなかった。きっとまだ様子見だったんだ。あいつらはいろんな場所に現れ、災いを振りまいていく存在。僕の国にも現れて様々な混乱を引き起こしたんだ。奴らが狙うのは愛の力。愛を奪うために現れるんだ。ここに現れたということは、次はこのランドソルの町を狙っているに違いない。かすみちゃん、しおりちゃん、もう一度改めてお願いするよ。この世界のために魔法少女として戦ってほしい。そう改まってお願いされると断れないというか。私はやりたいです。ランドソルの町が好きですから。私が役に立てるのなら戦います。しおりさん、わかったよ。起きている事件を見て見ぬふりするのは探偵の名折れ。私もやります。じゃなくて、やってみせようじゃないか。ありがとう、二人とも。そしてもう一人、騎士様。腰に刺した立派な剣、身にまとう重厚な鎧、幾多の修羅場を腕一つでくぐり抜けてきた凛々しい顔立ち、君こそ騎士様と呼ぶにふさわしいよ。かなりの誇張が含まれている気がするが。あの人、オロオロしていますね。そこまで嘘ではないと思うんですけど。そうかな。うん、確かに彼の活躍を叙事詩っぽくまとめればそうなるのかも。魔法少女に力を与えられるなんて、騎士様はきっと僕たちにとって重要な存在に違いない。どうか僕たちに力を貸してほしいんだ。即答ですね。あなたと一緒に戦えるなんて嬉しいです。私も魔法少女の力であなたを守ってみせますね。うわ、
女子くんがずっと近くにいるってことだよね。あんまり見ちゃダメだよ。ありがとう騎士様。さあみんな、魔法少女としてこの町の平和を守ろう。おお。二人の魔法少女、そして一人の勇敢なる騎士がランドソルの平和のために立ち上がった。戦え魔法探偵ミスティーカズミ、魔法狩人ピュアリーしおり。とりあえずあまり人目につかないところに来ましたけど、これからどうしましょう。アンチビーストに明確な行動指針があれば対策の立てようもあるんだけど、奴らは愛を狙うだけ？モーラ君。うん、愛の力で魔法少女を生み出す僕たちとは真逆の存在。僕の国では天才みたいな扱いになっているよ。ランドソルに来たからには何らかの目標、目的はあってしかるべきなんだけどね。どちらにせよ情報が足りないか。とりあえず聞き込みでもしてみましょうか。目撃者を探るのが捜査の基本ですよね。さすがはしおりさん、実に合理的な提案だ。うん、でもそれちょっぴり私が言いたかったな。はっ、すみません、かすみさん、出過ぎた真似をしてしまいました。いや、いいのさ。魔法少女に変身していない時は探偵でありたいという私の些細な意地なんだから。魔法少女のかすみさんもいいと思いますよ。あの衣装とっても可愛いです。あなたもそう思いますよね。しおりさん、女子くん、そうかい？ならいいんだけど。本当にいいのかな。なんだかごまかされた気がするんだけど。恥ずかしいか。あ、それはちょっと困ることになるかも。はあ、この気配は。おい、魔物だ。見たこともない魔物が出たぞ。何、町の中に入られたのか。おい、こいつ剣が当たらねえぞ。間違いありません、かすみさん、アンチビーストです。出てしまったんだね。でも探偵の言葉に偽りなし。行こう、しおりさん。はい、力を貸してください。ピュアなハートにロックオン、マジカルアロークリティカル、魔法カリウドピュアリーシオリ、あなたの心に愛の矢を。今改めてしおりさんの変身をじっくり見てみたのだけれど、あれかい、私の時も服が消し飛んで素肌が発光してくるくる回転なんてしつつ、いささか気持ちよさげな声とか上げちゃっているのかな。魔法少女の変身はみんなこうだよ。うん、無理、事件は迷宮入りだ。かすみちゃん、何言い出すのさ。あの日の誓いを忘れたの。
積年の誓いは交わしてない。だってほら、あれを見てごらん。なんだ誰か来たぞ。なんだあの格好は。妙に目を引かれる。魔法狩人？聞いたことないぞ。明らかに注目の的になってるじゃないか。こんなの知り合いに見られでもしたら。それは大丈夫、安心していいよ。魔法少女は知り合いに見られてもバレないようになってるから。そういうものなのかい？いや、でも見られることによる羞恥心はいかんとも。ピュアリーアロー。ほらほら、しおりちゃんが頑張ってるんだよ。キッサマ、やっちゃって。あ、こら、調子くん、やめたまえ。私は屈しないぞ。こんな頭の中に浮かんでくる言葉に屈したりしない。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、魔法探偵ミスティーカスミ、魔法の力で操作開始。ひどいよ、ジョシュくん。変身しちゃったじゃないか。なんで勝手に決め台詞まで言っちゃうんだろう。かすみさん、そっちに行きました。もうミスティーバレット。二人のおかげでまた一体アンチビーストを倒せたよ。これで平和に一歩近づいたね。すげえ、あの子たち。攻撃が効かなかった魔物をあっさりやっつけちまった。変わった格好してるが実力は確かだぞ。魔法狩人と魔法探偵って言ってたよな。見られてる。人々の視線を感じる。でも正体がバレないのはちょっと安心ですね。やっぱり私も知り合いに見られるのは恥ずかしいですし。なんで？しおりんすっごく可愛いのに。もう恥ずかしいよ、お姉ちゃん。あれ？お姉ちゃん！おはよう、しおりん。なんだか騒がしくて目が覚めたら、しおりんが戦っててびっくりしちゃった。お姉ちゃん、またこんなところで寝てたんだね。っていうかお姉ちゃん、私のことがわかるの？ん？もちろん。お姉ちゃんが大切な妹のことわからないわけないでしょ。モーラ君、君を尋問する必要がありそうだ。虚偽を述べた犯人がどうなるか思い知らせてあげよう。待って待って、耳つかまないで。そんなわけないよ。はあ、その子の格好とか、もしかして魔法少女なんじゃ。お姉ちゃん、そうだったの？魔法少女？私は超能力じゃなかった。ごく普通の一般市民、初音ちゃんだよ。モーラ君、短い付き合いだったね。監獄に差し入れくらいは持って行ってあげるよ。かすみちゃんの目が本気すぎる。助けて、キー様。
これは何かの間違いだ。僕も初めての異常事態なんだよ。しおりちゃんと初音ちゃんは家族なんだよね。もしかしたら二人の結びつき、絆がすごく強いから変身しててもわかったのかも。絆が、そうなのかな、お姉ちゃん。魔法少女とか何のことだかわかんないけど、しおりんがどんな姿になったとしても、お姉ちゃんは絶対見破ってみせるよ。お姉ちゃん。というわけさ、大丈夫。普通の人たちには正体がバレたりしないから、絶対に、きっと、おそらくは。そこは自信を持とうよ。疑わしいけれど、信じるほかあるまいね。で、結局しおりんたちは何をやってたの？バレちゃったからには説明しなきゃですよね。すごいすごい、しおりん魔法少女になったんだね。ランドソルを守る正義の味方だなんて、お姉ちゃん誇らしいよ。しおりんは自慢の妹だよ。あんまり抱きしめられると苦しいからそれとお姉ちゃん、あんまり大きな声で言わないでね。あ、ごめんごめん、秘密なんだよね。町中に自慢の妹なんですって言いふらしたいけど、頑張って我慢するね。大丈夫なのかな、すごく不安なんだけど。それでそれで、二人は変身するのが恥ずかしいと。はい。なんとかならないかな、お姉ちゃん。お姉ちゃんはいつも魔法少女っぽいから。しおりん、もしかしてお姉ちゃんのこと、いつも恥ずかしい格好と思ってた？そんなことないよ。むしろ今はお姉ちゃんとお揃いみたいで嬉しいくらいだよ。しおりんよーし、わかった。大切な妹とそのお友達のため、初音ちゃんが一肌脱いじゃうぞ。気のせいだろうか、なんだか少し嫌な予感がするのだけれど。さあみんな一緒に、せーの、キラーン。キラーン。キラーン。しおりん、ポーズに迷いがあるよ。もっと自信を持って。なんでこんなことに。カスミーは元気が足りないよ。もっと命の輝きを意識して。こうだよ、キラーン。キラーン。カスミー、なんだ、さっきの子たちが何かやってるぞ。改めて見ても変わった格好だな。ちょっと見ていこうか。人が集まって、チャンスだよカズミちゃん。ちょっとは荒領事だけど、ここで人の目に慣れておけば魔法少女として大きな一歩になるはずさ。そうそう、初音ちゃんの決めポーズさえマスターすればもう何も怖くない。無理です。ふーむ、だったら君、お手本を見せてあげて。わあ、すごい、お姉ちゃんみたい。確かに輝いて見える。さあもう一度、笑顔
を忘れちゃダメだよ。みんなでせーの、キラーン。厳しい修行を乗り越えてまた一つ成長した魔法少女たち、羞恥心に打ち勝ってアンチビーストを倒すんだ。負けるな魔法探偵ミスティカスミ、魔法狩人のピュアリーしおり。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカル、魔法探偵ミスティ・カスミ、魔法の力で操作開始、魔法カリウド、ピュアリー・シオリ、あなたの心に愛の矢を。言われなくても、しおりさん、私が動きを止める。とどめは任せたよ、ミスティーバレット。ありがとうございます、かすみさん。おかげで狙いやすくなりました。一撃で落とします、ピュアリーを喜ぶべきかは悩ましいけどね。でも実際恥ずかしさは平気に。やめてよ女子くん、見つめられるとまだ恥ずかしいんだから。そうですよ、そのあなたの場合他の人に見られるよりもなんだかくすぐったい気持ちになります。魔法少女として着実に成長してるみたいで何よりさ。でもまだ足りないものがある。意外に注文が多いね。まだ足りないものがあるのかい？ちゃんとアンチビーストも倒せていますし、これ以上何が必要なんでしょう。魔法少女らしさだよ。らしさですか？さっきの戦いを見た感じ、かすみちゃんとしおりちゃんの戦い方はなんていうか効率的な狩りみたいなんだよね。いや、戦いなんだから当たり前だと思うのだけれど。はい、かすみさんが相手の弱点を見抜いて隙を作る、そこを私が打ち抜く、いいバランスだと思います。ただの戦いならそれでいいかもしれない。でもこれは魔法少女の戦いなんだよ。騎士様、魔法少女の力の源はなんだか覚えてる？その通り、魔法少女の力の源は愛と希望。溢れる愛の力を魔法に込めて希望を胸に戦うのさ。でも今の二人の戦いからは殺意しか感じない。魔法少女っていうかバーバリアン。普通に戦ってただけでそこまで言われるかな。
それだけ大事なことなんだよ。見ている人々に愛と希望を感じてもらえるくらい魔法少女らしい戦い方をしなきゃ。一人前とは言えないよ。確かに魔法少女ベルルちゃんの戦いはいつも読んでいてワクワクするものばかりでした。子供向けの大衆娯楽ならそうだろうけど、こればかりはどうしようもない気がするね。ちょっといいかしら、そこのあなたたち。はい、私たちでしょうか。ええ、そうよ。あなたたち、街で噂になってる魔法少女よね。噂になっているのか。そりゃそうだよね、この格好。僕たちの活躍が広まってるんだね。いいことだよ。あら、あんたも一緒にいるの？相変わらず誰かの手伝いとかそんなのばかりね。あんたらしいけどさ。でもあんたが一緒に行動してるのなら話が早いかもしれないわね。うむ、見たところ私たちに頼み事があるといった様子だね。何か困りごとでしょうか。困りごとというわけではないんだけど、魔法少女のあなたたちにお願いがあるの。そのうちの子供たちに魔法少女を見せてあげてくれないかしら。わあ、本当に魔法少女だ。どうもよろしくね。かわいい服だね。これが本物なんだ。女子くんの世話になっている場所だからとはいえ、これはちょっと。二人とも笑顔笑顔、これはチャンスだよ。さっき話してた魔法少女らしさを身につけるいい機会さ。ねえねえ、魔法少女ってどうやって戦うの？この弓で急所を、急所な、なんか怖い。お姉ちゃん、さっきから下向いてばかりだね。具合悪いの？え？あ、いや、そんなことはないけれど。ダメだよ、魔法少女はもっとニコニコしてなきゃ。よかった、みんな喜んでくれてるみたい。ありがとね、こんなお願い引き受けてくれて。そう、よくわからないけど大変なのね、魔法少女って。魔法少女のお姉ちゃん、魔法見せて。魔法少女のお姉ちゃん、ポーズしてみて。あの魔法は危ないから。ポーズはそのまだトラウマが。やれやれ、まだまだ課題は多そうだね。あえて言及はしなかったけど、何なのかしらこの生き物。それにしても魔法少女か。絵本で子供たちに読み聞かせしてあげたこともあったけど、本当にいたのね。私も慣れたりするのかしら。いや違うのよ、なりたいわけじゃなくて、私が魔法少女になったら子供たちも喜んでくれるかなって。
しおりさん、やるよ。はい、かすみさん。あの変なのがあんたたちの敵なの？待って、まだ近くに子供たちが。ママそれ怖いよ、動けないよ。いけないね、先に子供たちを何とかしないと。でもみんなパニックになってて、これじゃ。女子くん？魔法少女らしさですか。みんなこっちを見てください。ん？私は魔法狩人ピュアリーしおり。今から私の魔法であの怖い怪物をやっつけちゃいますよ。愛の詰まったこの矢で、それピュアリーアロー。わあ、ピュアリーしおりすごーい。しおりさん、どうやら私もうつむいてはいられないみたいだね。さあ子供たち、注目あれ。魔法探偵ミスティカスミの推理ショーだ。推理？その通り。さあよく見てごらん、あの怖い怪物。しかしこの魔法探偵にはすっかりお見通しさ。あの怪物の弱点はここだね。謎をうがつ希望の弾丸、ミスティバレット。ミスティカスミかっこいい。怪物があっという間に倒されちゃった。見事な戦いだったわ、二人とも。戦いながら子供たちを笑顔にしちゃうなんて、これが魔法少女なのね。うんうん、二人からさっきよりも強い愛と希望の力を感じるよ。また一つ魔法少女として成長したね。あえて言及はしないけれど、特に役に立ってなかった気がするわね、この生き物を。ねえねえピュアリーしおり、もっと魔法見せて。ミスティカスミ、決めポーズやってよ。じゃあ離れて見ててくださいね。仕方がないね。こんな感じでどうかな。子供たちとの触れ合いによって愛と希望を学んだ魔法少女たち、町中の人気者になるのももうすぐだ。輝け魔法探偵ミスティカスミ、魔法狩人ピュアリーしおり。またやられちゃったんだ。こんなに思っていても思いの通りにはいかないものだね。でも諦めないよ。まずは邪魔者を排除しなきゃ。魔法少女を。おい見ろ、魔法少女だ。魔物はあっちの方だぞ。魔法探偵ミスティカスミ、魔法狩人ピュアリーしおり、頑張ってね。はい、応援ありがとうございます。どうも。かすみさん、ほら町の人たちが手を振ってくれていますよ。
この格好もだいぶ慣れてはきたんだけどね。そうだね、騎士様、これなら一人前の魔法少女までもう少しさ。もう少しですか。ということはまだ足りないものがあるんですか。さすがにもう一人前でいいんじゃないかな。というか前から思ってたんだけど、モーラ君、君適当なこと言ってないよね。なんてこと。じゃあ何が足りないのか聞かせてもらおうじゃないか。え、そりゃあれだよ、魔法少女としての心構えというか、アーチビストの気配だ。逃げたね。逃げましたね。あ、見えてきました。うん、手早く片付けてしまおう。しおりさん、このアンチビースト、いつもより速い。ミスティーバレット。あ、避けられた。二人とも、このアンチビースト、今までとは違うよ。そのようですね。速さが段違いだ。どうして急に。貴様、魔法少女じゃないと戦えないのに、なんて勇気だ。でもこのままじゃ女子くんが危ない。なんとかしなきゃ。火力を集中させれば。でも動きが早すぎて。女子くん、ダメ。ナナカインフィニットブラスター。な、なに。いいえ、それよりも今のでアンチビーストがひるみました。好機だ、しおりさん、火力を集中させるよ。はい、ピュアリーアロー、くらえ、ミスティーバレット。なんとか倒せたね。でも、さっきの魔法は一体誰が。ナットラーン。え、え、だ、誰。貴様らに名乗る名前はない。どういたしまして。じゃない、君、なんでネタバレしちゃうのさ。しかしバレてしまったなら仕方ない。私は通りすがりの魔法少女。お、夢見る最高最強魔法少女ナナカである。あの派手な格好に珍妙な言動、噂に聞くコレクターか。魔法少女は確か自称だったように思うけれど、とっても強い魔法をどこでもそこでも炸裂させまくるとか、うー、怖いなあ。あんまり関わりたくないかも。
そういうお嬢ちゃんたちは巷で噂の魔法少女だね。はい。魔法少女の噂を小耳に挟んだ時、とうとうななかちゃんが魔法少女として有名になったか、サインの練習しなきゃなんてワクテカしちゃったんだけど、まさかこの私を差し置いて魔法少女を名乗る輩が現れようとはね。それは申し訳ないことをしたね。助力感謝するよ。じゃあ私たちは急ぐので。うわーっと、逃がさないよ。魔法少女たちは回り込まれてしまった。なんだか変わった女の子だね。それで僕たちに何か用なの？さっきの戦い見せてもらったんだけど、お主たちには魔法少女として致命的に欠けているものがある。そこは、なんだってって驚いてほしいところだけど、教えてあげよう。君たちに足りないのは必殺技だ。はーい、ななかちゃんの魔法少女特訓始まるよ。これからは私のことは東方、いや師匠と呼ぶように。どうしてついてきてしまったのだろう。勢いに押されてつい。でもななかちゃんの言ってることは正しいと思うよ。アンチビーストも強くなってきてるし、ずっと同じ魔法で戦い続けるのもそろそろ限界だよ。まあ一理あるのかな。でもそれで連れてこられたのがどうして室内なんだい。そうですね、必殺技の練習なら外じゃないと危険なのでは。これから君たちにはななかちゃんが集めてきたコレクションを見てもらう。おーい、さすが君、見事な驚きっぷり。ジョシュ君、よくこのノリについていけるね。私は疲れてきたよ。しかしコレクターの集めているものを見せてもらえるわけか。特訓なのかはともかく興味はあるね。はい、ここに置いてある書物、見たことないものばかりで、というか置いてあっちゃいけないようなものまである気が。おお、いける口だねお嬢ちゃんたち。でもその辺は今日は関係ない。見るべきはこっちだ。これは魔法少女の本に衣装にグッズ。あ、これベルルちゃんの持ってた杖。私が愛読してる魔法少女セリーちゃんもおすすめだよ。さあ穴が開くほど見るがよい。あ、本当に穴開けちゃダメだぞ。あのななかちゃん、これが必殺技とどういう関係があるのかな。確かにあまり関係ない気がします。でもちょっとだけ。ああ、しおりさんがふらっと吸い寄せられていく。見たことないものばかり。あの人形なんてすごくかわいい。手に取って見てみたい。いいんじゃよ、手に取ってみても。え、じゃあちょっとだけ。どうしよう。
すでにくつろいでる。はあ、いいのかな。師匠、これ次の缶が見当たらないのですが。多分その辺に積んでる本の中に紛れてると思われ。師匠、魔法少女セリーちゃんの決めポーズってこうでしたっけ。あー、ダメダメ、首の角度はもうちょい下でござるよ。てこらー、かすみちゃん、しおりちゃん、目的を忘れてない？待ってください、今いいところなんです。はっ、このポージング完コピできたらね。って、もう二人ともやっと戻ってきた。老若男女が夢中になってしまう、これぞ魔法少女の魅力。もう今アンチビーストが出たらどうする気。呼ばれて飛び出てジャンジャジャーといったタイミングですな。ほらほら、何の対策もできてないのにどうするのさ。いや、大丈夫な気がします。え、この迫力、さっきのやつよりも。かすみちゃん、しおりちゃん、大丈夫なの？貴様。ふっふっふ、さあ行くがいい、弟子たち。はい、師匠、動きが早いならまずはそれを止める。どんな謎でも一発解決、愛の力で犯人確保、ミスティーラッピング。これは新しい魔法、魔法のリボンでアンチビーストを絡めとった。さあ、しおりさん。はい、任せてください。ハートめがけて精神統一、愛の力で必殺必中、ピュアリーエイミング。しおりちゃんの力が矢に集まっていく。いつの間にこんな。狙った獲物は逃しません。うん、よくやった、これぞ魔法少女なり。そっか、魔法少女の魔法はイメージから生まれる。ななかちゃんのコレクションに触れて、二人の中の魔法少女に対する世界が広がったんだ。あれは本当に特訓だったんだね。ななかちゃん、君実はすごい人だったの。わっはっは、伊達に魔法少女を名乗ってはいないのだよ。まあぶっちゃけ魔法少女フレンズに自慢のコレクションを見せびらかしたかっただけだったりするけど、え、なんかうまくいったからよし。これからも励むがよいぞ、魔法探偵ミスティーカスミ、魔法カリウドピュアリーシオリよ。はい、師匠。どうかしたんですか？え？視線を感じた。あたりには誰もいないようだが。いや、今倒したアンチビーストとは違う強い力を感じる。もういなくなってるみたいだけど。アンチビーストとは違う強い力。うん、敵情視察というやつかもしれないね。この気配、アンチビーストとは別の力が混ざって。どうやらあれを言う時が来たようだね。
私たちの戦いはこれからだ。はあ、新たなる魔法少女才川才強ななかちゃんを仲間にした一行。私の出番もしかしてここで終わり？そんなの絶対おかしいよ。忘れないで、魔法探偵ミスティーカスミ、魔法狩人ピュアリーしおり。日に日に強くなっていますね、アンチビースト。奴らも本腰を入れてきたようだ。どうにかしたいところだけど、未だに狙いはわからないし。そうだね。でもでも、幸いにもアンチビーストによる被害はまだ出てないし、魔法少女としては立派にやってると思うよ。ん？被害がまだ出てない？はい、アンチビーストが暴れ出す前に何とか間に合っていますから。間に合って、そういえば今までアンチビーストは。え？ああごめん、女子くん、ちょっと考え事をしていたよ。とはいえ最近はパトロールばかりで頭がうまく回らないね。あ、でしたらクレープとかどうでしょう。糖分は頭の回転にいいって聞きますし、私この辺りにクレープ屋さんがあるの知ってるんです。しおりちゃん、甘いもの好きなんだね。あ、その、はい、少しだけですけど。おや、女子くんも知っているのかい？うむ、ならば行ってみるとしようか。あったったくん！へえ！何事だい？いらっしゃい弟くん。お姉ちゃんに会いに来てくれたの？くれたんだよね。お姉ちゃん嬉しいな。なでなでしちゃう。お姉ちゃん、あなたのお姉さんなんですか？そうだよ、弟くんのお姉ちゃんにしてお姉ちゃんオブお姉ちゃんだよ。そうなのですか。すごくパワフルな人。当の彼は困った顔をしてるみたいだけど、あれかな、記憶喪失だから確証が持てないとか。クレープ？お姉ちゃんの作るクレープを食べに来てくれたんだね。つまりそれはお姉ちゃんを食べに来たということ。そうなっちゃうんですか？なっちゃうの。じゃあ張り切ってクレープを作っちゃうから、みんな待っててね。あー、うん、程よい甘さに程よい酸味だ。はい、程よいです。ああ、ほどほどなお味。弟くん、はい、お口開けて。あ、クリームが頬についちゃったね。お姉ちゃんが拭いて。うん、食べてあげちゃう。こっちは甘すぎるようだけれど。あの、お店の方はいいんでしょうか？平気平気、もともとあまりお客さん来ないし、それにお姉ちゃんの最優先事項はいつだって弟くんなんだから。すごい愛だね。これまでに感じたことないくらいの愛か。かすみさん、どうですか？何か考えが進みましたか？そうだ弟くん、
レープ食べてお口の中甘いでしょ。お水はいかが。はい、こんなこともあろうかと思ってたんだ。ちょっと暖かくなっちゃってるけど、お姉ちゃんのぬくもりだから大丈夫。いや、どちらかというと気になる点が解消できないのが問題だね。ねえモーラ君、アンチビーストの目的は愛だと言ったよね。うん、愛と希望の魔法少女を生み出す僕たちの反対、アンチビーストは命あるものから愛を奪おうとするんだ。あれ弟くん、なんだか体が疲れてるね。いつもより筋肉がこわばってるかも。そういう時はお姉ちゃんマッサージだぞ。気になる点って何でしょう、かすみさん。引っかかったのはアンチビーストによる被害が出ていないという点。これまでのアンチビーストの出現した場所を思い出してほしい。いずれも私たちの近くではなかっただろうか。そういえば、でもよく考えたらそれっておかしいですよね。モーラ君はアンチビーストは天才だなどと言っていたけれど、それにしては目的があるみたいってこと？私たちの近くに現れる目的、一体何でしょうか？マミマミ、あちこち凝ってるね弟くん。ああこら、逃げちゃダメだぞ。お姉ちゃんホールド。気が散る。っていうか彼も彼だよ。私たちが真剣に話し合っているというのに、君は私の助手くんなんだからね。うん、もう。あれ、あのかすみさん、思い返してみるとアンチビーストって一番最初の私たちの近くに現れましたよね。そうだね、あの時は確かモーラ君と出会って、ジョシュ君が先に戦って。あの、もしかしてなんですけど、初めからアンチビーストの狙いは。もう弟君は本当に可愛いんだから。でもでも心配だな。弟くん最近大変なんでしょ？大丈夫なのかな？あんな魔法少女なんかと一緒にいて。こっちに。ああ、弟くん取られちゃった。この反応、アンチビースト！二人とも変身を！ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル！ピュアなハートにロックオン！マジカルアロー、クリティカル！魔法少女の登場だね。お姉ちゃんから弟くんを取るなんて許されることじゃないよ。しずるさん、あなたは。その姿、ただごとじゃないね。私はお姉ちゃんだよ、弟くんのお姉ちゃん。でも今はそうだね、闇のお姉ちゃんってところかな。闇のお姉ちゃん。せっかくだから見せてあげる。おいで。大きい。それにこのプレッシャー。もしかしてこれがアンチビーストの本体？どうやら間違いないね。今までのアンチビーストはこいつから生み出されたものみたいだ。そ
それにあの彼女の力、前に感じたものと同じだ。アンチビーストの力と混ざり合った。強く、深い。間違いない。これも愛の力だよ。この子ね、最初は私に襲いかかってきたんだよ。攻撃も通じないし、お姉ちゃん困っちゃったんだけど、弟くんのことを考えながらコツンってしたら急におとなしくなってね。それから私の言うことを聞いてくれるようになったんだ。まさか手なずけたって言うのかい？いや、それはできないはずだよ。アンチビーストに意志なんてない。力ずくでどうにかなるものじゃないんだよ。いや、もしかしたら彼女の愛の力が強すぎる。だからしずるさんの元を離れないってことですか？彼女の近くにいれば強い愛の力をずっともらえるから。宿主としてこれ以上ない存在だろうね。アンチビーストとずっと一緒にいてただで済むとは思えない。何かしらの影響が出て。弟くんは優しいな。お姉ちゃんの心配をしてくれるんだね。やっぱりもう我慢できないよ。弟くんとずっと一緒にいたい。ずっとずっと抱きしめていたい。ずっとずっとずーっと甘やかしたいよ。参考までに聞いておくけれど、彼女いつもあんな感じってわけじゃないよね。本当にいつもあんな感じなのかい？アンチビーストの影響出てますよね。多分おそらく彼女アンチビーストの影響で愛が暴走を始めてるんだ。二人とも気をつけて。やっぱりもう我慢できない。さあ今度こそ弟くんを連れてきてね。お姉ちゃんのあふれる愛で弟くんを甘やかし抜くんだから。来るよ、かすみちゃん、しおりちゃん、キッ様。あのアンチビーストを倒すんだ。そうすればランドソルに平和が戻ってくるはずさ。ああ、事件解決といこう。はい、全力で狙い撃ちます。魔法少女ちゃんたち、私と弟くんの愛を引き裂こうとするなんて絶対許さないよ。さあ邪魔する悪い子は排除しちゃって。なんのこれ式ミスティーパレット。どうだい、これが魔法探偵の力さ。危ないじゃないか。かすみさん任せてください。ピュアリーアロー、全部撃ち落とします。やあ、うわー、本当に全部撃ち落としちゃった。魔法カリウドの名は飾りじゃありませんから。僕の目に狂いはなかったね。二人とももう立派な魔法少女だよ。やれやれ、ここまで来てようやくかい。でも嬉しいですよね。かすみさん、このまま一気に決めてしまいましょう。ピュアリーエイミング。無論だよ、しおりさん。それじゃあお縄といこうか。ミスティーラッピング。よし、動きが止まった。二人とも、とどめだ。そう、
うわ、行かないよ。わっ、捕まえた。モーラ君だっけ。君の持ってる力ちょうだいね。破られた。モーラ君の力でパワーアップしているのか。かすみさん、私たちの力も下がっています。おそらくモーラさんからの力の供給がなくなって。わあ、すごい力だね。これなら弟くんをもっと可愛がってあげられそう。待っててね弟くん。今お姉ちゃんが抱きしめてあげる。ぎゅーってしてお姉ちゃんの愛を感じさせてあげるね。なんて強い愛の力。だけどこのままじゃ。なんだい、アンチビーストがさらに大きく。さあ、これで形勢は逆転だよ。やっぱり大きな壁を乗り越えてこそ愛は深まるんだよね。ね、弟くん、お姉ちゃんの愛しっかり受け止めてね。姿を現した強大なる愛の化身、闇のお姉ちゃんことしずる。その力を前に魔法少女たち、そして僕は大ピンチに陥っちゃった。どうなる、魔法探偵ミスティカスミ、魔法狩人のピュアリーしおり。さあ、魔法少女ちゃんたち、そこをどいて。弟くんにはお姉ちゃんが必要なんだよ。お姉ちゃんの愛で守ってあげなきゃ。しずるさんの様子がおかしい。感情が暴走しているのか。巨大化したアンチビーストの影響でしょうか。うむ、そうなのだけれど、正直状況は芳しくないね。はい、モーラさんはしずるさんの手の中、そのおかげで私たちの力が少しずつ失われています。それに加えて、あちらはしずるさんとモーラさんの力を受けてパワーアップしています。今の状態ではとても太刀打ちできそうにない。だったら諦めちゃえばいいんじゃないかな。もう力の差は歴然だよ。おとなしく弟くんを渡しちゃえばいいんだよ。全然大丈夫だよ。お姉ちゃんは弟くんを可愛がりたいだけなんだから。別に私は町を壊したり人を傷つけたりしてないでしょ。ダメだよ、この子の愛を満たしてしまえばアンチビーストももっと強大になっちゃう。そうなったらこの町は。もう人を悪者みたいに言うんだから。お姉ちゃん怒っちゃうぞ。
そんなことないよ。この子たちと一緒にいると何でもできる気がするんだ。お姉ちゃんの愛を伝えるお手伝いをしてくれるいい子たちなんだよ。はあ、どうしてもお姉ちゃんの愛を拒むの？お姉ちゃん傷ついちゃうの？そこの魔法少女ちゃんたちがいけないのかな。女子くん、危ない！二人とも変身が！これで魔法少女はおしまいだね。この子の力がないと変身できないでしょ。万事休すか。こんなところで逃げるんだ。ジョシ君、君が捕まってしまえば本当に終わりだ。攻撃は通じなくても時間稼ぎくらいはできます。なんとか逃げてください。まだ立ち上がるんだね。あ、そうだ、二人にも私の弟くんへの愛を教えてあげる。この子たちの力を使えば私の愛をみんなに伝えることができるはずなんだよ。そしてゆくゆくはこのランドソル中の人たちにお姉ちゃんの愛を伝えちゃおっかな。ジョシ君、ダメだ、逃げたまえ、逃げて。守りたいのに、そのための力がもう。おいで弟くん、そしてみんなで弟くんへの愛を分かち合おう。みんな、そうはいかないぞ。てやアンチビーストの動きが止まった。それにこの声、ハズネお姉ちゃん。ハズネちゃん参上。キラーン、妹のピンチとあらばどこにだって駆けつけちゃうよ。大丈夫？あなたたち、あんたが一緒にいるってことはあなたたち魔法少女よね。うそういうバレ方があったか。いや、そんなことよりサレンさん、どうしてこんなところに。でっかい魔物が暴れてるって聞いてね、あの子たちが見に行くって聞かなくて。魔法少女さんたちどこにいるの？あんな怪物魔法少女がすぐ倒してくれるんだよね。こら、近づいちゃダメよ。絶対近づかないって約束したでしょ。あの子たちは信じてるわ。きっと魔法少女が来てくれるって。その通り。どんなに敵が強くても絶対に諦めない。100万回やられても立ち上がる。それが魔法少女なりよ。師匠？ふふん、出番は自分で作るもの。魔法少女ななかちゃん、ご期待に応えて推薦。なんか違う。前の二人の方がいい。あ、はい、さいですか。ごめんなさいね、うちの子たちが。どれだけ集まっても無駄だよ。この子は魔法少女にしか倒せないんだから。うわぁ、すごい力。これ以上は抑えておけないかも。かすみ、しおり、この後はお願いしてもいいんだよね。でも私たちはもう変身することが。諦めちゃったわけじゃないわよね。ナットランド弟子たち、ナナカちゃんの教えを忘れたか。
うつむいちゃダメ。どんな時でも笑顔だよ。キラーン。おい、あそこだ。あの敵はこの間の攻撃が効かないやつか。でも大丈夫だ、きっとあの子たちが来てくれる。ああ、この町を守ってくれている魔法少女たちが、それまで俺たちで町を守るぞ。町の人たちが魔法探偵ミスティカスミ、魔法狩人のピュアリシオリ待ってるわよ。あんな化け物、いつもみたいに派手に倒してくれ。信じてくれている私たちを。ピュアリシオリ、ミスティカスミ、魔法少女たち。体の奥底から力が湧き上がってくる。この温かい光は、二人から強い愛と希望の力を感じる。今なら貴様、ああ行こう、しおりさん。はい、一緒に、かすみさん。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカル。魔法探偵ミスティ・カスミ、魔法の力で操作開始。魔法カリウド、ピュアリー・シオリー、あなたの心に愛の矢を。魔法少女だ、頑張って。これまでより強い力が溢れてくるようだ。この力があればみんなを守ることができます。なんて愛の力だ。二人とも僕の想像を超えてくれたね。魔法生物として誇りに思う。みんなして私の邪魔をするんだね。もうもう、闇のお姉ちゃんに逆らうなんて生意気だぞ。お姉ちゃんの愛、邪魔させないんだから、やっちゃえ。二人とも大勝利だよ。
の力でランドセルの平和を守ったんです。しおり、ううん、ピュアリーしおり、ミスティーカスミ、おめでとう。もう無理すや。見事だったわよ、魔法少女たち。ありがとうね、この町を守ってくれて。かっこよかったよ、ピュアリーしおり。また遊んでね、ミスティーカスミ。うむ、しお超えおったな。二人とも免許改善じゃ。ああ、ところで魔法少女枠ってまだ空いてたりする？いい人材知ってますよ、奥さん。後で詳しくお話ししない？ありがとう、ピュアリーしおり、ミスティーカスミ。なんだか照れくさいね。でももう恥ずかしくはありませんよね。うん、二人とももう立派な魔法少女だね。モーラさん、何か言いましたか？ううん、何も。二人ともありがとうって思ってたんだよ。思うだけじゃなくて口に出してくれてもいいだろうに。私、どうしてこんなところに。なんか夢を見てたような。しずるさん、もしかして記憶が。アンチビーストによって感情をかき乱されてたんだ。その影響かもしれないね。後遺症なんて出ないだろうね。まあどうでもいっか。弟くんの腕の中で目覚めるなんてなんだか夢みたいだよ。弟くんはお姉ちゃんの王子様だね。何の影響もなさそうですね。うん、だね。そうだ、魔法少女にサインもらっとこう。あ、ずるいぞ、俺も欲しい。魔法探偵ミスティーカスミ、魔法狩人ピュアリーしおり、サイン頼むよ。ああ、まずいよしおりさん、逃げないと。そうですね、行きましょう、カスミさん、モーラさん。標的を打ち破り、魔法少女としての役目を果たした二人、ありがとう、魔法探偵ミスティーカスミ、魔法カリウドピュアリーシオリー。そして今日も町に異常はなし。あれから数日経ったが、本当に危機は去ったようだね。毎日のように現れていたアンチビーストがこんなに急にいなくなるものなんですね。まあ元を絶ったわけだからね、そうならなければ困るというものさ。しずるさん、あの時の記憶なくなっていたんですよね。ああ、アンチビーストに出会った時のことなど聞こうと思ったんだけどね。ジョシ君、彼女の様子はどうだったんだい？
あなたに突進してくる姿が思い浮かびますね。やれやれ、何日か経過を見てみたけれど、これで正式にお役御免というわけだね。モーラさん、どこへ行ってしまったのでしょうか。どこへ行ったも何もないさ。アンチビーストを倒したんだ。モーラ君の役目も終わったということだろう。だからって黙っていなくならなくても。ちゃんとお別れもまだしてないのに。私は何とも思っていないよ。むしろもうあんな格好をしなくていいわけだから安堵しているくらいさ。女子くん、私はそんなこと一言も言っていないよ。かすみさんは名探偵なのに嘘をつくのは苦手なんですね。もう二人とも、私をからかうのはよしたまえ。でも私は寂しいです。モーラさんがいなくなってしまったのも、魔法少女に変身できなくなったことも。私も寂しいなんて言えるわけないよ。あ、この辺りでしたよね、初めてモーラさんと出会ったの。ああ、そうだったね。確かこの辺りで声が聞こえて。おーい、誰かー。そうそう、こんな感じで。それで私はこう言ったのさ。ん？何か聞こえなかったかい、しおりさん。誰か助けて。はい、こんな感じでしたね。それで私は確か、はい、誰かに呼ばれたようなって言ったはずです。ちょっと、かすみちゃん、しおりちゃん、キッサマ、そんなところで話し込んでないで助けてよ。モーラくん？モーラさん？やあみんな、久しぶりだね。元気だった？元気だった？じゃあ元気だった？じゃないよ。人にあれだけ恥ずかしい思いをさせておいて急にいなくなるなんてどういう猟犬だね。釈明は聞かないよ。うわ、かすみちゃん、すごく怒ってる。ごめんよ。でも急がなくちゃいけない理由があったんだ。理由ですか？お別れも言わずにいなくなる？あ、しおりちゃんも静かに怒ってるね。本当にごめんなさい。でも大変なんだ。ランドソルの危機はまだ終わってないんだよ。え？まだ何かいるんですか？あのアンチビーストを倒した後、その残滓からかすかに別の何かの力を感じたんだ。しずるちゃんとも違う、全く別の邪悪な力を。それってまさか、まだ黒幕が？ということは。うん、魔法少女の役目はまだ終わっちゃいない。よろしく頼むよ、魔法探偵ミスティカスミ、魔法狩人ピュアリーシオリー。貴様、これからもよろしくね。また安請け合いをする。どうして女子くんはそんなにお人よしなんだい。そこがいいところなんだって、かすみさんも分かっていますよね。ああ、もうモーラくんがいなくなって、もうあんな格好しなくていいんだって喜んでたのに。かすみさん、その割には笑っていますよね。そんなことない。
しおりちゃん、君たちはもう僕がいなくても変身できるはずだよ。え？え？二人は立派な魔法少女になったからね。僕が手伝わなくたって二人の愛と希望の力だけで変身できるはずさ。そんなこと私は頼んでいないよ。そうなんですね。よし、じゃあここは一つ景気づけに行っとこうか。あ、嫌だよ。断固として拒否する。よろしくお願いします。もう仕方がないね。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカール。魔法探偵ミスティ・カスミ、魔法の力で操作開始。魔法カリウド、ピュアリーシオリ、あなたの心に愛の矢を。こうして町の平和を守り、愛と希望を振りまいた二人の魔法少女。でもまだ彼女たちの戦いは始まったばかり。進め、魔法探偵ミスティカスミ、魔法カリウドピュアリーシオリ。きっとこの先の戦いはもっと厳しいものになるだろう。この町を守るためにはもっと力が必要だ。幸いにもこのランドソルには愛と希望が満ちている。きっと同じ志を持つ人がいるはずさ。世界の平和を守ろうとしてくれる新たな仲間が。